武田小持昆布です。バーン。7歳と4歳と2歳と0歳4人の息子を育てています。バーンバーンピンシュドカーン。何と戦っているのかって育児だよ。毎日が戦争だよ。バーンバーン気をつけて。子供に気をつけて。7歳小学生、上履きがこの世の終わりの色をしているよ。気をつけて。炭酸飲めることを自慢してくるよ。4歳おじさんっておばさんに向かって言うよ。気をつけて。ケチャップまみれの口をここでこうするよ。2歳スーパーの床の上を転がるよ。気をつけて。バナナが折れただけで号泣するよ。0歳寝てすぐ起きるよ。気をつけて。ボックスティッシュの中身全部出すよ。武田小持昆布です。バーン。静岡県富士市に来て今年で8年目です。バーンバーンピンシュドカーン。この町は住みやすいかって住みやすいよ。めちゃくちゃ住みやすいよ。バーンバーン気をつけて。静岡県富士市に気をつけて。静岡県富士市、富士山がどでかいよ。もう初めてね、富士市に来た時にね、富士山でかっていうのがね、第一印象でした。またまた作り物じゃないのっていうぐらい大きかったですね。あの、今年で8年目になりますけれども、いまだにその迫力には心を奪われてます。素晴らしいです。静岡県富士市、子連れで行ける公園がめちゃくちゃあるよ。もう週末公園選びたい放題ね。今週はここにしよう、来週はあそこにしようなんですね。子持ちにとっては公園は必須ですから。もう富士市って聞いただけでね、いいよ公園持ちってもうね、掛け声かけたくなっちゃう。財産だと思います。静岡県富士市、町と自然のバランスがちょうどいいよ。ちょうどいいですね。もう買い物するには何不自由なく、でちょっと行けば自然に囲まれてるっていうね、もう子育てするには絶好の環境だと思います。静岡県富士市、つけナポリタンが美味しいよ。美味しいですよね。まあ、初めてね、つけナポリタンって聞いた時はね、いやいやそこまではうまくないだろうと思ったけど、想像を超えるうまさでした。素晴らしい。もう県外から人が遊びに来た時はね、必ず連れてってます。もっと全国的にね、有名になってもおかしくないと思います。はい、以上、富士市8年目の武田小持昆布でした。